ザーレ川の水源流路ザーレ川は、ザクセンのザーレ川、あるいは、チューリンゲンのザーレ川とも呼ばれ、バイエルン州、チューリンゲン州、ザクセンアンハルト州を流れる全長413キロメートルの河川で、モルダウ川に次いでエルベ川第二の支流である。平均流量115立方メートル S は、ハーフェル川と同地で、モルダウ川に次いで、水量豊かな支流である。ザーレ川は、 オーバーフランケン、ゼルの近くフィヒテル山地のバルトシュタイン北西斜面、標高707メートルにある古い鉱山の行道付近に流出する。切り出したままの花崗岩を積み重ねた壁に、ザー,アーレ川水源、ミュンヒベルク、シュバルゼンバッハ、ホーフ、バイセンフェルス、ハレが1869年にこの石踏みを剣ずると、気分を刻んだ千長岩がはめ込まれている。これは、当時、 この水源の非混流のイニシアティブを取っていたミュンヒベルク氏が名前を列記された都市に費用を負担させようと狙ったものであった。この全地域が保護記念物となっている。この水源は全長427キロメートルのザーレ自転車道の出発点でもある。ザーレ川はフランケン地方に流出する。これが妹とも言うべき。 マイン川支流のフレンキッシェザーレ川との混同の原因となる。フクエナのザクセンのとかチューリンゲンのはザーレ川が流れ下る流域の大部分を、あるいは長い区間を占める地域の名前に由来している。チェルト豊富の間の上流域の流れは穏やかである。その後、チューリンゲンシーファー山地を横切り、ザールフェルとルードル下とイエーナに接する。 中流域では、ザール川はたびたびせき止められる。最も大きな人造湖は、五段の段滝を持つ、ホーヘンバルテ人造湖あるいは、ブライロフホ人造湖である。下流域では、平らな地形の中、バイセンフェルス、バート・デューレンベルク、メルゼブルク、ハレといった町を流れる。ハレ市内の南側には、いくつもの島とクらうスベルゲ、クレルビッツガン、あるいは、 同盟の定石が残るギリビヒエンシュタインといった、眼界からなる包みを持つ、生態学上価値の高いザーレクサチがある。晴れの下流でザーレ川は、ブラハビッツア,アルプの断崖上の岸部や、ベッティン、ローテンブルクの半岸の岩場や、ベルンブルクの町を流れ、バルビーデエルベ川に交流する。ザール、川上流域には、以下の順で、人造庫がある。これらからなる。 ザールカスケードはドイツで2番目に大きな水力発電連合体を形成する。シュバルザ、川ヴバイエルン州中林元州ザクセンアンハルト州、ロイヒテンブルク城ザール川は、ブルック城、ハイデックスブルク城、ロイヒテンブルク城、ルク城ドルンブルガーオギ、ザーレック城、ルーデルスブルク城やバート経前といった古城のほとりを流れている。この川に沿って、 長距離自転車道のザーレ自転車道が伸びており、特に上流から中流にかけては、サイクリング愛好者らに人気がある。ザール川とその支流のウンシュトルト川沿いには、ワインの一大生産地ザーレウンシュトルトが位置する。ウンシュトルト川の川口からの区画は、小型船舶は航行が可能であるが、ハレトロからは全面的に航行可能である。 1933年から1942年のエルベ・ザーレの高校路改修では、航路が直線的にされたことで、全長が 427km から 413km に短くなった。当時開始されたライプツヒまでの高校を可能にするエルスターイコールザーレ運河は、現在に至るまで一度として完成していない。下流部を、 EU 基準に適合した運河にしようという計画は、環境保護団体や経済効果を考える人々から攻撃の的となっている。それは、投資を回収できる施設ではなく、エルベ川との連携なく拡充したとしても、交通路としての意義は薄いとの批判である。王の道は、その一部がザーレ川流域を通っている。ザールフェルトとナウムブルクの間のザール川の警告は、 交通の要所として重要な役割を演じている。ここには連邦道路 B88、ザール鉄道が並行して走っている。メルゼブルク近郊では NBS エアフルトライブツヒ、ハレセンの橋の建設が計画されている。このザールイコールエルスターイコール渓谷橋は2012年の完成予定で8キロメートル以上の長さを持つドイツで最も長い橋になる計画である。 ありがとうございます。